この子は特別な子よ。では BB に使える？あるいは人柱に。そう、私たちはつなぐブリッジだ。サム・ハートマンだ。大陸各地の座礁地帯のカイラル濃度なんだが、どこも異常に高くなっているようだ。ビーチのよじれのせいだろう。座礁地帯に何か起きているのかもしれない。座礁してくる BT にも影響する可能性もある。サム、少しいいか、聞いてくれ。クリフことクリフォード・アンガーのことを調べてみた。彼は合衆国の陸軍特殊部隊に所属していた。だがデス・ストランディングが起きた頃に退役している。退役後、どうやらクリフは初期の BB 実験に関与していたようなんだ。だが実験が終了する前に彼は死亡している。詳細はまだわからないが、あんたを巻き込んだクリフの戦場は、もしかしたら彼の恨みや無念によるものじゃないのだろうか。その強い恨みや無念は、おそらく BB 実験に関係するんじゃないかと思う。あんたのルーもどこかでそこに繋がっているに違いない。クリフはその無念を晴らすために、そしてルーを取り返すために、あの不可解な過去の戦場を引き連れて、あの世からこの世界へ戻ってきたのではないだろうか。彼は BT とは明らかに違う。クリフォード・アンガーの死因や実験との関係についてはこれから調査を進める。また何か分かったら連絡するよ、サム。サム、いいか、よく聞いてくれ。BB 実験について新たな事実が分かった。封印された BB 実験は当時の大統領、そう、ブリジットの指揮下で行われていた。当時はボイドアウトを回避するための対 BT センサーの開発が主目的だった。同時にカイラル通信やビーチへの移動手段としての副次的な応用研究もある程度は行われていた。でも実際はそうじゃなかったんだ。いいか、サム。BB は本来カイラル通信をつなぐ触媒として開発されたものだったんだ。だからサムがつないできたノットシティにあるカイラル通信の端末には、それぞれ BB が組み込まれているというんだ。おそらくブリジットの命を受けたアメリが、第一次遠征隊を使って極秘裏に敷設していったに違いない。BB という人柱の犠牲の上にカイラル通信網は作られた。実験を中止したはずの大統領は裏では非人道的な計画を推進していた。アメリカ再建のためとはいえ、許されるようなことではない。そうだろう。カイラル通信を促進してきた我々としても、なんとも複雑な心境だ。まったくやりきれないよ。クリフと BB 実験のことをさらに調べる必要がある。また連絡する。サム、もうすぐレイクノットだな。頑張ってくれ。みんなあんたの帰りを待っている。ああ、こっちもあれからクリフと BB 実験の調査が進んだ。どうやらクリフは自分の赤ん坊を初期の BB 実験に実験体として提供していたようなんだ。 BB を人柱にするという実験の真意を知らずにな。これは推測だが、
クリフは利用されたことを知り、BB を取り戻そうとしたんじゃないだろうか。それを阻止され、BB を取り上げられたとしたら、つまり実験を指揮していた大統領や我々ブリッジズへの恨みがクリフを動かしている。大統領は死んだ。だがクリフの恨みは今も消えていない。クリフはその恨みをブリッジズに向けた。あんたや娘のアメリア、側近の長官に。そしてさらには復讐のためにラストストランディングを起こし、この世界を滅ぼそうとしている。クリフが絶滅体であるアメリをビーチで捕らえたのはそのためじゃないだろうか。アメリア長官を一刻も早く助けなければ。そもそもなぜ長官がアメリのビーチにいたのか、それを知るためにも長官とアメリのつながりを調べてみる。サム、いいかな。長官のことだが、アメリとの強いつながりがなければ長官はアメリのビーチには行けなかったはずだ。しかしそれを示すものは何もなかった。カイラル通信がつながればと期待したんだが、何も出てこなかった。アーカイブにはブリッジズ以前の長官の履歴が一切ない。本名もそれ以前の過去もまさに何もない。いいか、サム、聞いてくれないか。アメリとの関わりがないのなら、クリフとのつながりはどうだったのだろうと考えてみた。長官をビーチに導いたのはアメリではなくクリフなのではないだろうかと。長官があの時ビーチでクリフに捕らえられていたのは、あの二人の過去に何かあったからじゃないのか。でもやはりここで再び同じ疑問に戻ってしまう。クリフや長官はなぜアメリのビーチにいたんだと。サム、ハートマンだ。その答えは私から説明できる。これは私たちにはまるで予測できなかったことなんだが、君がカイラル通信網を全てつないでくれた結果、個人のビーチがもつれ、それが大きな一つの結び目になろうとしている。これが悪化すればビーチから一気に BT が座礁してくるという最悪の状況になる。それはこれまでにない大きなデスストランディングとなるだろう。クリフの戦場や私のビーチのような特殊なビーチも存在するが、そもそもビーチとは個別の存在。それぞれが干渉し合うことはなかった。だがそれらを束ねるような上位次元のビーチが存在するなら、このビーチのもつれを起こすことが可能だ。その上位のビーチこそがアメリのビーチなのかもしれない。クリフはその性質を利用することで彼女のビーチに長官も呼び寄せたんだろう。ビーチをつなぎアメリのビーチで全てをコントロールする。そしてラストストランディングを起こす。それこそがクリフの目的なのかもしれない。サム、彼を止めなければ。ハートマンの言う通りなのかもしれない。カイラル通信をつなぎアメリのビーチによってラストストランディングを起こす。クリフはそのためにヒッグスを使った。クリフが黒幕だと考えると全てはすっきりする。自分の命とビビーを奪ったこの世界に復讐をしようとラストストランディングを。サム、お願いだ。あんたにアメリのビーチに行ってもらうしかない。そしてアメリをクリフから奪い返すしか、ラストストランディングを止める方法はない。